です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダジョーカー50、こちらですね、ご覧ください。スクーターです。はい、2000年前ですね、ホンダから発売されました原動機付き一種、いわゆる原付き 50cc のエンジンとなります。今はなきですね、2サイクルの単気筒エンジン、空冷エンジンとなっております。そしてね、外観スタイルはですね、このアメリカンスタイルをモチーフとした非常にね、特徴のある原付きとなります。そしてですね、最大のポイントはなんと未使用車です。はい、そのね、車両をしっかりとご紹介していきたいと思います。はい、まずね、フロント周りからですね。はい、ヘッドランプ、そしてね、ウインカー、この電装品ご覧ください。レトロなね、感じがしますね。そしてね、ワイドに司ったこのね、カウルですね。はい、ワインレッドが非常に似合います。そしてね、ところどころにメッキを使ってね、高級感を演出となります。はい、そしてね、フェンダー、こういったところも大きなね、傷とかも割れもございません。タイヤご覧ください、ライン付きとなってます。新車ね、未使用車の証となります。はい、そしてね、ホイールですね。はい、こちらもね、ディッシュホイールとなります。はい、ブレーキはね、シングルのね、ディスクブレーキとなります。それに相まってですね、このディッシュホイールがまた旧車レトロ感を、演出しております。はい、そしてですね、こちらステップとシートですね、ご覧ください。はい、ワインレッド、非常にね、こちらもね、大きな点灯傷もちろんございませんね。そしてエンブレム、ジョーカーですね。はい、なんかね、怖い感じもしますけどね。はい、リア周り、ご覧ください。こちらもね、オリジナルの状態となっております。はい、各所ね、メッキ、そしてね、このウィンカー、伝送類がやっぱりね、旧車感を醸し出していると言ってもね、過言ではありませんね。はい、シートね、大きなね、破れなど、そういったものももちろんございませんね。はい、ではね、スクーターですのでね、シートを開けてみましょう。はい、こちらにもね、容量、スペースございますね。はい、そしてメーターご覧ください。こちらね、正真正銘のね、未使用車の証となります。はい、走行 1.9 キロですね。はい、いかがでしたでしょうかね、こちらの車両。実際にナンバーをお付けしてね、お乗りになってもいいですし、もしくはね、店内のレイアウトということでですね、こちらを飾ってみてもいかがでしょうか。そんなホンダジョーカー50、お探しの方、お問い合わせをお待ちしております。